ソマヤマ南越前町は、福井県の中央部に位置する町。近畿地方と、道庁以北の北陸地方各地を陸路移動する際に、必ず通らなければならない、交通の要衝にある。旧山町村は互いに接してはいたが、2013年に、国道305号が全通する以前は、河野地区は、役場のある側の南条今城地区と直接連絡する車道がなく、 実質的な飛び地であった。以下の六市町と隣接している。このうち、池田町及び他県と接続する道路は、冬季閉鎖となる。日本有数の豪雪地帯であり、特別豪雪地帯に指定された旧今城町は、大雪が幾度となく地方間の基幹交通路を、寸断してきたのに対し、荒波に現れる旧港の村は、水泉が咲くなど、比較的温暖。 前述の通り旧今城町は特別豪雪地帯に、それ以外の地域は豪雪地帯に指定されている。南越前町から選出される福井県議会議員の定数は1議席である。現任期の満了日は2022年6月30日である。南越前町は鶴ヶ市、小浜市、越前市、鯖江市、今立郡、池田町、三方郡。 三浜町、大井郡高浜町、大井町、入群、越前町とで構成される、福井県、第二区が、選挙区となる。なお、当選挙区の衆議院選挙比例代表区、選出議員については、比例北陸新越ブロックを参照のこと。南越前町は、北陸新越ブロックに属し、福井県選挙区は、参議院一区の一つ。また、 現行制度の比例区は、参議院比例区を参照のこと。漁業町役場の最寄り駅は、南城駅であるが、2021年時点において、公共交通網が集中する場所は存在しない。旧南城町は、南城駅、旧今城町は、今城駅に集約されている。高速道路一般国道都道府県道や社外家、花橋公園港の夏祭りの花火町内の、 市外局番は、料金単位区域と同一の範囲を持つ0778で統一されており、以下の区域への通話は、市外局番不要かつしない通話料金が適用される。なお NTT 西日本による、究極区分は、2究局である。周波郵便局郵便番号の順に記載。ありがとうございます。